はい、どうもこんにちは、レモンチャンネルのみんです。今日はタッケンでユーススタイルをやっていきたいと思います。なるかもね。最初は逃げる側だ。よし、頑張るぞ。逃げするぞ。うまくできない。ああ、捕まった。ヘルプ、ヘルプ。ヘルプ、ヘルプ。よし、来るぞ。逃げ切れば3、2、1フィニッシュ。次、突き上がりにしとくか。じゃあドラゴン道場、今度は鬼か。ずっと回ってるか。わあ、アイテムでやられた。ずっと回ってる。よし。あと一人。
5人もいるときは振られちゃった。下になってるのかここで。今落ち落ちするか。もうさすがに暇すぎるから。あと二人か。まだ見えなかった今。これ当てられた。負けた。もうすぐだったのに。次。次はムーンステーション。かっこいいな。よし、いけるぞ。危ない。ああ。そしてどこだね。誰が死んだか知ってるからだけど助かった。誰か死んだかだけど。ああ。中大いたところじゃん。今は何なの？ヘルプヘルプヘルプ。あと一人だ。村人村人。あー村人、村人助けて。よし、村人。こっちも助
してください。はい、あと1人、助けて助けて、頑張れ頑張れ。あ、そうそうそう、助けて助けて、お、落ちた。よし、もう行ってきた。次、次はデカライン硬化した。最後が虫クラのマップだね。捕まえるぞ。捕まえなきゃいけない、そういう理由がある。どうした？え？早っ。めっちゃ早かった。よし、結果はどうだ？どっちが勝つんだ？イエーイ、勝ったー。イエーイ。はい、じゃあ最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくね。それじゃあ、バイバーイ。